おいおいレックス、それはバースに渡す大事なやつなんだ、分かったか。ああ、そうだな、ウッディ、うん、じゃあこれで遊ぼうよ、ウッディ。ダメだって言ったら、おいレックス、落ち着け、落ち着け、落ち着け、おいレックス。おいレックス、ごめんよ、ウッディ。そこはアンディのベッドなんだ、どいてくれ。なんでお前変な格好しやがって俺はウッディ、あんたと同じおもちゃだ。ざわ、おもちゃ、いやそんなわけない、俺は人間だ、れっきとした人間なんだよ違う違う、あんたはおもちゃだ。え、おい待て、鉄骨があるじゃねえか、よし渡るぞ、一緒のスタンチへ行ってこい。おい、そいつはプラレールだ、あんた昔のバズそっくりだな。よーし、みんな聞いてくれ、こいつは新入りのカイジだ。なんでこいつら負け組のオーラに満ちてやがる。おいおい、あ、いいか、アンディが帰ってきたらおもちゃに戻る、それだけだ。おおい、あんた背中になんかついてるぞ、なんだこれ。あっ、この取っ手キンキンに冷えてやがる。あ、プラスチックだからな。おい、落ち着き、いいか、ほらアンディが帰ってきた。アンディ、おい、どうしまった。おい、お前らもなんで倒れるんだよ。おい、どうした、どうしたんだよ。戻れカイジ、戻れ。どいつもこいつも蹴りってやがる。おい、カイジ、くそ、ギャンブルに負けて地下労働施設に来ちまった、くそ。え、ウッディ、おい、お前ウッディだな、なんでこんなとこにいるんだよ。いやー、カイジ久しぶりだな。俺たちは利根川のおもちゃ。何言ってんだ、何言ってんだウッディ。そうだ、こいつを引きは元に、銃を捨てろ、労働しようぜウッディ。そこ取ってもちょっと一番違うじゃん、いや一番何も違うじゃん一番何でもない狭間の時だね